ティモシー・コプラは、テキサス州オースティン出身のアメリカ陸軍の大佐、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。コプラは、第3機構士団の一員として、砂漠の嵐作戦に参加した。第20次長期滞在で、フライトエンジニアとして、国際宇宙ステーションに滞在し、2009年9月11日に ST、STS-128 で地球に帰還した。コプラは、 アメリカのボーイスカウトに所属していた。ケンタッキー州、ルイスバーク出身のドーン・ケイ・レーマンと結婚し、二人の子供がいる。母のマーサ・コプラは、テキサス州オースティンに住んでいる。父のレナート・コプラはすでに死去している。父は、フィンランドの家系で、祖母のアンティは、フィンランドのカレリア出身で、1910年にアメリカ合衆国に移住してきた。 ティモシーの父はフィンランド語を話すが、彼自身は話さない。コプラは、走行車の試験技術者として1998年9月に NASA のジョンソン宇宙センターで勤め始めた。この地位で、彼は主に、スペースシャトルの発射手順の連携と、国際宇宙ステーションのハードウェアの試験を担当した。彼は、 宇宙遊泳の装置や国際宇宙ステーションのトラスの建築試験を熱心に行った。2000年7月に NASA によりミッションスペシャリストとして選ばれ、コプラは翌月に候補者の訓練を行った。その後2年間、スペースシャトルと ISS の訓練や T-38 の飛行訓練を行った。コプラは第19次長期滞在、第20次長期滞在で、 フライトエンジニアとして60日弱 ISS に滞在した。スペースシャトルの予定された最後の飛行となる STS-133 に登場することが発表されていたが、2011年1月15日、自宅近くで自転車事故を腰コシを骨折、同ミッションをスティーブ・ボーエン飛行士に交代させられた。ありがとうございます。